皆さんこんにちは。1月25日木曜日、リビングライフの時間です。私は救世軍の浅澤義人と言います。今日も皆さんと一緒に御言葉から力を受けていきましょう。今日の聖書箇所はマルコによる福音書9章14節から29節。テーマは信仰と祈りによって力を備える弟子です。マルコの福音書9章14節から29節。さて、彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですか、とお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってから、どのくらい経ちますか？父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかし、お出来になるなら、私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちは、この子は死んでしまった、と言った。しかし、イエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか？するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ、何によっても追い出すことができません。今日の箇所はイエス様、そして他の弟子たちがですね、大勢の
群衆と、まあ、語り合って交わるところから始まっていきます。そしてこの弟子たちがですね、まあ、律法学者と論じ合っている時に群衆がこのイエス様のところに来るわけなんですよね。で、イエス様を見て、まあ、非常に多くの人たちが驚いた中で、ある人が自分の息子を癒してください、悪霊から癒してくださいっていうことを言われるわけなんです。その人は他の弟子たちに自分の子供を癒してくださいと言ったんだけれども、できなかった。そのことからこのイエス様に、治してくださいって言いに行ったわけなんですよね。まあ、イエス様はそれを聞いて、不信仰な時代だと。そしてそれからこの息子がどれぐらいこの悪霊に取り憑かれて、口の聞けない霊に疲れていたのかと問いただして言ったわけです。このお父さんは切実にこういう時からだっていうことを、こういうふうに言うわけなんですよね。マルコの9章の22節、霊は息子を殺そうとして何度も何度も火の中や水の中に投げ込みました。この取り憑かれている霊はもう息子を、この息子をどんどん殺そうとしていったわけなんです。幼い時からこのことが起こっているということが書かれています。そしてこのお父さんはこのイエス様にこう言うわけです。しかしおできになるなら、私たちを憐れんでお助けください。おできになるなら、私たちも日常生活の中で他の人に対しておできになるなら、可能でしたらっていう言葉よく使うかなと思います。私もまあこう見えてちょっとなんて言うんでしょうかね、まあ、こう見えて あまり強く言えないところが実はありまして、他人に対して頼むときに可能でしたら、おできになるならっていう言葉をよく使うことがあります。まあそれは他人のお仕事がある上、また忙しい中から頼むわけですから、このような丁寧な言葉を使っていくって、まあ配慮を持った言い方でもありますし、そういうことを言うことで今後の信頼関係も、こういうふうな助けてほしい時も言っていくわけなんですよね。おできになるなら、可能でしたら、そのような形でこのお父さんはイエス様に対して配慮を持って言ったのかと言いますと、このお父さんは最初はそうではないということがわかるわけです。この9章の、17節18節にはお父さんはこういうふうに言うわけです。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいと。ここでこのお父さんはもう切実に単刀直入に、この息子をあなたのところに連れてきました、追い出してくださいと言っていることがわかります。しかしお弟子たちができなかったことから、ああ期待していたけどもやっぱできなかったか、ああ望んでいたけどもやっぱダメだったかと、静かなフェードアウトというものがこのお父さんに起こっていったのではないでしょうか。私たちの信仰生活もたびたびそのようなことが起こってくるかと思います。このために祈っている、自分の家族が、知人が、友人がイエス様を信じるように祈り続けている、でもああ結局ダメだったか、この分野は神様は聞いてくれるけどこの分野は難しいよな、でもな
どうすればいいんだろうな。そのような時に、もし神様できるなら、という言葉を私たちの祈りの中で言ってしまうことも多くあると思います。それによって、この多くを期待することによって、結果的に叶わなかった、そのような下にドーンと落ちるという、気持ちが、衝撃があまりないように、もしおできになるなら、可能だったらという言葉を使って、自分を納得、自分を安心させてしまう、祈りもしてしまうかもしれません。そのような配慮したような、主に対しても配慮したような祈りを私たち、またこのお父さんも思っていたのかなと思います。それに対してイエス様は何と答えられたか。9章の23節、イエスは言われた、できるならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのですと。もう一度このお父さんに信じ直す、もう一度信じ始めていくことを言い、9章の24節、このお父さんはどう叫んだかというと、信じます、不信仰な私をお助けくださいと言ったわけです。ここでお父さんは信じます、もう全部信じますと強く言ったのかというと、そうではなくて、ありのままのことをこのお父さんはイエス様に言ってるわけです。正直なところもう信じていませんでした。不信仰でした。その不信仰な私を助けて、もう一度信じ直させてくださいと、このイエス様に言ったわけです。すなわち、できるならとか、可能だったらとか、そういう配慮が消え、ありのままの今思っていることをイエス様にぶつけていったわけなんです。今日一日、私たちどういうふうな祈りをしていくでしょうか。できるなら、可能ならでしょうか。それとも、今自分は信じきれてないんです、この問題が解決されると、本当はこれがもう難しいだろうとずっと思っていたんです。でもそんな不信仰な私をもう一度信じ直させてください。そのような祈りをしていくでしょうか。私たちもう一度このイエス様と共に信じ直していく一日でありたいなと思います。配慮なことをイエス様に言うのではなく、ありのままの、こんな弱いんです実は、と素直に祈っていく今日一日でありたいなと思います。いかがでしょうか。私たちイエス様に対して配慮することがしなくていいわけです。大胆にありのままを、今思っていることをイエス様にぶつけていきましょう。それによってイエス様は必ず私たちに解決の道与えてくださるということを祈っていきたいと思います。一言お祈りをさせてください。天のお父様、感謝いたします。私たちまだまだ信じきれていません。あの問題、またあの家族、あの知人友人がイエス様を信じるのかどうかも実のところ信じきれていません。でももう一度、あなたは配慮するな、私のところにその思いをぶつけてこいと言われていること、本当に感謝いたします。
もう一度私たち、あなたに対して配慮せず全てをぶち当てて、私たちにもう一度希望を見させてくださり、力を与えてくださり、そして御言葉と聖霊によっての働きによって今日一日歩んでいくことができますようにお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。